はい、どうもこんにちは、さささです。今回は影の塔続きをやっていきたいと思います。ちょっと録画の期間が久々になっています。これ見るか、まあでも久々っつっても10日ぶりぐらいかな。記憶が、あ、そうだ、これ紹介しておいた方がいいかな。多分記憶だと思うんですが、ゲームの進行度合いなのかちょっと分かんないですが、試験管の中身が徐々に増えていくようになっているようです。で、記録を再開する。あ、結構、おお、チュル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 と いきなりこの扉閉まるよね。そうだよね、そういう思い出しかないわ。え、何こいつら、あれ、しょぼい、もしかして、え、何しに出てきたんですか。歯車、急に視点が変わるのやめて。ちょっと待った、あれ、お、11FA じゃないよ。ここで視点が変わるってこと、あ、なんかやんなきゃダメだよね、そりゃ。ビーン、あれ、下向いたままじゃダメなんですよ、上向いて、あら、これ届かないでしょ、乗ったまま。歯車をうまくかわせと。この状態で上に、ほい、いい感じなんじゃないですか。おっと、失礼、失礼って誰に謝ってんだか分かんないけど、ごめんね、一回で殺さなくて。いやー、これ、この光るのは何なんでしょうね。画面手前に出てるんですけど、あ、反対側、柱の反対側にも出てる。でエレベーターが2階と10階にもあったところから推察すると、やっぱり後半使うことになるんでしょうね。あ、なんか開いた、2人で攻撃してくるとか。おりゃ、よし、お、順調じゃないの。よし、どんどんステージ長くなっていくかなと思ったら、案外そうでもないので、よし、こいや、ほい、ここは壁か、よし、よし、よし、おお、ああ、な、何それ、グレネード投げてくる的な、危な、あ、届かねえ、上から降ってこいってことか。わ、なんかすげえ気になった。これはなんだ。ほう、なるほど。おお、なんかどうしよう。届かない。よいしょ。で、切る。一発なのが。ありがたいですね。なんか上の方で動いてますね。ちょっと待って、え、あの面どうやって取るんだ。降っていくにしても何もなさすぎやしないかい。ああ、ちょっと B ダッシュとかないんですか。ないんですか。ないな。あ、ちょっと、落っこっちゃう、落っこっちゃう、落っこっちゃう。他にまだなんかあると。あ、あった。あらららら、下向きすぎ。ちょっとこれは、あー、届かん。お、おお、なんだ今のとこ。あんなとこに乗っかれんのか。よいしょ。
で、これを動かすってどうなんだ。はあ、なるほど、こんなギミックがあるとは。これはすごいな。おお、カメラワークが緩やかに変わっていく。で、これで上に登れということですな。うわ、怖っ。なんかドッスンみたいな感じのが。よいしょ、急げ。潰されはしないか。これはどうなるんだ。あ、燃えてるのが途中で止まるのか。危ない、怖っ。一応しゃがめばだ。あ、いた。時間制限ありか、やっぱり。あら、さっきこれいじったよな。あれ、あ、あれ、あそこだけか止まるのは。上は止まんないんだ。さてと、よいしょ、怖い。え、あ、これは時間なんだ。よいしょ、あちゃ、あちゃちゃ、頭突っ込んじゃった。よいしょ、痛い、一撃。あら、意外とむずいかもしれないぞ。真下にスティックを落としておいての、よで、動かない、動かない、動かない、しゃがんだまま、しゃがんだままで、拭いたら、よし、これ当たるよね。予想通り当たってしまった。よっ、おお、あらら、あ、いて、あ、こいつそんな攻撃してくんの。ニードル能力を持ってるとは。カービィに吸い込ませたいですね。よし、クリアーって。あの手前にあるのは何だろう。これなんか何もなし、何もないんだ。まあいいか、じゃあ先進みます。先進んじゃっていいのかい、これ。でも多分、あ、ここでフロア移動ですね。じゃあここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼いたします。